11月9日の運の塾通信をお送りしています。今日はマーク・ザッカーバーグはどれだけ困っているのかの第1回目です。 Facebook が消えゆく中、メタは異次元の成功に期待するというタイトルですね。メタバース、ね、これはですね、Facebook の日々のアクティブユーザーが前の四半期との変化でどうかということですね。で、メタの、マーケットキャピタライゼーション総資本ですね、で兆ドルということで 1.1 兆ドルぐらいあった21年の中ぐらいですね。今が 0.3 兆ドルまで、そう資産総額がとんでもなく下がったですね。こんな下がったんですね。いや、2個目はですね、日々のアクティブユーザーの前四半期の変化率で、アクティブユーザーがまあちょうど変化率がほとんど変化がこの2021年の後半から、増えなくなってきたということを示してますね。で、早速中に入りますと、2022年10月11日、火曜日、米国ニューヨークで開催されたバーチャルイベントメタコネクトで講演するメタプラットフォームインクの最高経営責任者マーク・ザッカーバーグのアバターが登場した。ザッカーバーグは同社の最新のバーチャルリアリティヘッドセットメタクエストプロを発表した。これはハイエンド VR デバイスの世界への最新の進出であり、メタプラットフォーム社はクリエイターや社会人がバーチャルな未来のためのビジョンを採用するのに誘惑に駆れることを期待している。ソープストーンコメディクラブの湯は更けていく。実はいつもそうなんだ。このクラブはメタ社の代表的なリバースアプリホライゾンワールズ内のスペースで、ユーザーは仮想現実 VR の中でコメディを見たり演じたりすることができる。あるパフォーマーはホバリングしている自分のアバターを見せながら、足がないのにスタンドアップするのは難しいと言い、誤ってバーチャルマイクを落としてステージ外に出てしまった。 VR の中で夜を過ごすと本物のバーのような雰囲気はないが、本物のめまいや吐き気が起こる。マーク・ザッカーバーグがメタバースへのコミットメントを反映させるため、そして間違いなく会社の不愉快なパブリックイメージから逃れるために、社名をフェイスからメタに変更すると発表してからもうすぐ1年が経とうとしている。多くの人はこの言葉の意味を理解していなかったが、同社の企業価値は史上最高値の 1.1 兆ドルに達し、中核となるソーシャルネットワーク広告事業はパンデミックブームを背景に好調であるため、投資家はこの試みを喜んで受け入れることになった。1年経って今状況は変わってきている。メタバースはまだ実証されておらず人気もない。一方、ユーザーと広告主の両方がメタの代弁者であるソーシャルネットワークから離れつつある兆候もある。ブランド再構築以来、同社の株価は 60% 下落し、5兆円以上の市場価値を失われた。ブルームバーグのデータによると、2023年の利益予想は約 50% 減少している。メタの次の決算は10月26日だが、ブローカーのバーンスタインのマーク・シムリクは存亡のかかった四半期を意味するという、まあ、さっきも暴落ですよね。それで冒頭はさっきの図をですね、ザッカーバーグの図を説明してますけど、メタクエストプロっていうのを発表したんですよね最近。まあそういうことで、まあハイエンドの VR デバイスにメタは
クリエイター社会人を引き込もうとしてるんですね。だからそうなんのかなとちょっと厳しいものがありますよね。で次の段落ではですね、これはソープソンコメディクラブっていうか、ホライゾンワールドの中 のメタバースアプリのことを説明していますね。まあ、ここで出てくるホバリングしている自分のアバターってのは足がない、上半身だけなんですよね。ホライゾンワールドはでこういうふうなことを足がないと言ってますけどね。まあ、実際には本物のバーとは違うけれども、めまいとか吐きは実感できるというふうに言ってますね。でザッカーバーグはメタバースにコミットメントしてるんですけども、それでまあ社名を変更したんだが、やっぱりパブリックイメージを逃れることもその理由として社名変更にあるんじゃないかとも言ってますね。で史上最高の 1.1 兆ドルから先ほど見せたようになんとここですね 0.3 兆ドルまで暴落しちゃったんですね。すごい暴落ですね。でそういうことで実際にはこのメタバースにこのメタバースが実証されたら人気もないということで、まあこのように株価は6割下がったということで5兆円以上の市場価値を失われたということを言ってるんですね。で来年の2023年の利益予想は 50% 減少していると。でまあ存亡のかかった四半期っていうのはこの次の10月26日ともすでにあったわけですけども、そういうことを言ってるわけですね。